おはようございます画家のおぎそです画ので第50回、霧がいいところに持っていきたかったので今週は7回やっております、日月火水木金土かな、で50回を記念すべき50回目ということですね、えー、何枚やったんかな、7, 7人計算でも350人、350枚か。 ね、全然あのすごいですね100回だからまあ第2回仏公表はイメージとしては100回目あたりを目指していこうかなと思っておりますので毎週送らんでいいですよ3回ぐらいとかね一発でもっていう人も出てくるかもしれませんのであの第2回仏公表が大体第100回のあたりで考えております。で あの応募したいという方はすみません、4回連続言いますけども、この,このタイトルのとこをクリックすると、こういう説明欄というのが出てきます。そして、ここのところに、好評に出すにはっていうのをクリックすると、出てきます。でもちろん、プロの方も結構ですよ、送ってきていただいて結構ですけども、まあ、例えば、デパートとかでバンバンやっている人というのは、もう、あのー、ね、送ってきていただいてもいいんですけど、 なぜ売れないと思いますかとか深刻な悩みを書いてくれたら言います。でこ今回もなかったですけどね、やっぱ一回ボロクと言うた回があって、皆さんもお,おじけづいたのか知りませんし、それで嫌われたかは知りませんがあの、あと初心者の方は初心者に合わせて言います。大人ですからおじさんも、で今日も小声ですみません。11時、日曜日の11時で、えー、7本取りました。ね 大変じゃ大変ですけどこう毎日更新になってきましたもんね。<laughs> でも一日でほぼ撮ってるんですよね。一日半とかねで。編集ももうほとんどもうあの画像をし込んでるだけなんでそこまで苦じゃないですんであの全然遠慮なく送ってください。で数が多くなるともしかして、えー、月火水木金5回に収めようと考えたらもしかして あのもうちょっと数を多めにするんやったら、えー、とあれを話を短めにしていく可能性ありますけどねじゃあ最後最終集ちょっと面白かったんでちょっと面白いのを多めにまとめましたこちらの作品ですでちょっとこの作品読ませていただくとですね30年ほど前に理系の学部を1年休学して画描になるかあ放浪した欧州放浪後に描いた「油絵です」ということやから。 さっき見た1995年って書いてあったんでああもう私が、えー、確かに学生時代を過ごしたちょうど1年生とかねこの方と年も近いのかなっていう気がしていますあそれで今ベナンにおられるですね方ということでまたそれで、えー、このコロナ禍で絵を描こうと思わせてくれるきっかけに久しぶりにこの絵と再会してということを書いてありますねで私の動画にも出会えたということを書いてあります ああ1995年という年はやっぱり今思うとこの年の人,人たち私も含めですけど25年前っていうのはね大きな年だったんですよねあの辺の時ってねもちろんこう日本という国も、えー、とある宗教団体の案件もあったりとかですね、えー、と神戸の震災もあったりとかですね、えー、いろいろあったりとか 年ですよね94 5年ですよねね確か、ね、9やったっけで Windows95 というのが出て爆発的にパソコンが全世界に普及して行きだしてでその時にジェフ・ベゾ,ベゾフス あのアマゾンの創業者は仕事銀行員かなんかだったですよねそれを退職して、えー、立ち上げ、えー、とアマゾンを立ち上げて初めは本の物販から始めて僕が大学の3年生ぐらいの時にそのアマゾンっていうのが本ってネットで買えんねやっていう時代だったですもんねそれが今何でも買えるようになってそれでコロナで急加速して今世界長者番付1位でしょう確かね。 っていうもう25年という時間がものすごく長いのか短いのか分かりません。これはもう完全に学生に向けて喋ってます。こんなことをしゃべってます。ダラダラダラダ。で、学生さんが今二十歳ぐらいの時にどういう,こう感動で生きていかなきゃいけないのかということをあの感じてほしいというかですね。あ,のある学生がポロッと言ったんですね。私結構自宅好きやからコロナ大丈夫でしたって。 それまずいぞと <laughs> 私は軽めに説教しましままたそれまずいぞと本当に自宅にずっといて何もしないというのはまずい自宅にいることはもちろんねそれが今医療従事者のためにとか家族のために絶対必要なことやけども若い頃にじーっと絵描いてるだけじゃまずいぞっていうことを23か月前に言いましたと言いながらこの作品に関してはあまり触れることないので引き伸ばしに引き伸ばしましたが。 まあダナエという作品クリムトのダナエという作品の影響を受けて多分書いたところがあるんでしょうねだからもっともっと色を使えばいいのになっていう感じです人の肌とかに筆触分割法とかででまあ25年前やからね今,どう今の最近の画像とかいろいろ見てるとまた全然違ったりしてるので自画像をいっぱい分割したりとかですねあのだいぶこう変わってきていろんなことにチャレンジされる方なんやろなっていう気がして なんか本当にこういうコロナでやっぱ学生とか若い人がこういうねこの方30年前にヨーロッパを放浪してって書いてありましたけども、ね、できないっていうのは結構苦しいですよねなんかやっぱり見聞きするこう体現する情報とかっていうのはすごい肥やしになりますもんねよく言う,言う,言うけどやっぱりなんだかんだって違う国に行ったら違うなんかもの文化とか見れますもんね。 日本っってやっぱ料理美味しいいなと思いますけど僕25年ぐらい前に20今から2 2 3年前か初めてヨーロッパに40日間行った時にもうイタリアンがやっぱうまっって思いましたよでも今はね日本でも同じレベルぐらいのそれ以上のものが食べれるんじゃないかという時こともありますけど20年前はそうじゃなかったですもんね。なんてわけわかんない話で引き延ばしました。 ぜひね、色試食分割法とか、色彩、人の肌ですね。まあ、今やとデッサン的な部分もだいぶついてるから、そういうことももう一度チャレンジされてみてはいかがでしょうか。はい、次いきます。こちらの作品です。この方は、初めてかもしれない。青森の方ということですね。えっと、名前が難しい名前でしたけど、いい作品ですね。お孫さんを描いたということで、非常にこれ、銀なんを付け加えたということで、非常にいいですよ。 厳しくお願いします。って書かれてますが、いい作品です。絵の具の使い方とかも非常にいいですよね。あの、よく書かれていると思います。うんと、もっと柔らかく書く部分があっていいのかなって思いました。カットこう、顔のところに強いあたりをぶつけることによって、そこに人間の目が行くので、そういう見せ方とか構成とか、すごく達者の方でいいなと思いました。 でもちょっと例えば上から見てる割には足のところに奥行きをあまり感じないスーッとで顔から手までの奥行きみたいなのがあまり感じられないでもう少し柔らかく描かれたらいいのか逆に写実的に描きたいのかちょっとそこのところがあのわからないんですよね。 で岩崎千尋さんぐらいうわーっと柔らかく描くということもあ,あってもいいかもしれないですし逆にもうアンドリュー・ワイエスばっかり名前出してるとあれやから、えー、東北出身の岩手大出身の例えば藤井勉さんとかは油絵ですけどもお亡くなりになられてますけども岩手大でしたよね確かちょっと間違えたらすみません藤井勉さんなんてあのお子さんかお孫さんかずっとね描いていらっしゃってああいう作品でカチッと描き切るということもどっち 必要かもしれませんしそこはわ私判断できないのでちょっと自分なりに少し決めて、えー、見られて次回送ってきてみてくださいこの水彩に関しての技術的な部分の欠点というのはないですが方向性がどこかっていうのが少し私には見えにくいということがまず大きな欠点かなと思います だプロとしてやりたいんやったらばその辺がもちろんそういうこうガチッと書くこともあってもラフにワイスなんかザザッと書いてる、えー、プランニングとかエスキースも作品として評価高い評価を受けるということもあるんですけども本人自身の方向性としてはであるんですね、えーまあ、同じような作家ばっか名前出して申し訳ないですけどアントニオ・ロペスという人が油絵画を 絵画が多いんですけど自称彫刻家と名乗ってることがやっぱりその人の方向性を指し示していることなんじゃないかなというふうに思うんですよ。ね、なんか変なこれ言っていいかなやばいかなまあいいやちょっと言おうあの彫刻という言葉と調査という言葉があるんですよね。ねでどちらかというと僕は国の方が好きというかもちろんそうも悪くはないんですけども粘土でこうやっていって言わね <laughs> くくっつけけていくわけですよねでそれを FR 石膏取って、えー、FRP でやってその後ブロンズで流し込んでとかっていうものですけどもで向こうはどっちかというと濃くなんでほ掘っていくわけですよ乗せていくんじゃなくモデリングじゃなく掘っていくシェービングっていうんですかで要は彫っていく方が絶対に緊張感あるじゃないですかもう失敗できないっていうですね だから例えば、えーとなんですか、ミケランジェロのピエタなんて、ね、3つ、4つぐらいありますけども全部面白いですよね、濃、えー、大理石を掘っていくという異常なほどの緊張感をもう500年前にやっていたということですね。なんかこう自分の方向性みたいなのはでロペスはやっぱそういうい彫刻家と名乗っているのは何かそこに言葉が見え隠れするんじゃないかなという気がいたします次いきます。 量ななんんであんまり言葉ないんですねはい次いきますこちらですねいいですねこの方ですねあの電気会社と読売グループのお名前をくっついていけた名前の方ですね <laughs> 80ですもんねすごいですよね年齢とか全く感じさせないですよねあのどんどん良くなってますね色彩も良くなってきて言い切りもすごい強くなってきてあんまり奥行きを感じさせないところが僕はいいなと思うんですね屋根とかのこうちらほらちらほらっていうところも あのーで、うんあのー、細かい描写もよくできていてすごくいいと思います。あのー、手前の木がズドーンと見えていてちょっとだけでも外側から暗い色がペットぶつかってるだけでももっと印象違ったかなっていうそこだけがパーツがぐーっと切り取られたように見えてしまうんですね。 ちょっと外側が暗いところがペッてになって中木の中の中にちょっと明るいところが見えたりするだけで木の輪郭というのが少し複雑になってきたりするんですねで画面の中でここだけが突出してポンと見えてきてしまっているのがもうちょっと弱まったと思うんですよそういうところって難しいですけどもちょっとできるともっともっと良くなりそうな気がします この方は本当にもうちょっとあと10年したら古典しましょう。5年後にはしましょう。<laughs> そんな感じに見受けられます。ぜひね、あのー、大事に作品を貯めていかれてください。で、あのー、もうすっごいシンプルな一番安い額縁、100円ショップはダメですよ。でも額縁で本当に全部統一した同じ額でビューっと古典されたら、どっちかっていうと色がすごい、あ、これめっちゃあるあるっていうか僕の主観ですよ。すごい主観なんですけど。 いいいろんんな額縁を絵に合わせてけけるのもいいんですけど案外絵見せたかったら同じような額縁で僕が絵ちゃうかなっていつも思って私個展する時ってまあ日常さんは売れた後に付けてくれるんで額がバラバラやったりすることもあるんですけども昨年やった時はある程度僕が日頃付けてる額縁23種類しかないんですよ洋額はまあまあ高いですよあの15で2万ぐらいしますからねでもうちょっとするから2万50003万ぐらいするかな でもそれで統一ある程度しておくんですよ。で私の場合っていうのはまあ洋間にも和間にも合うようなまあ今洋間のが多くなってますよね。である程度しあのー、なんていうか絵が見えるように、えー、っと箱額というのを使っていてだからまあ特注なんですよ。だから高いんですね。 額縁がバラバララするよりもう本当シンプルなんも僕なんかええんちゃうかなっていっつも思うというかまあなんかねそういうのを、まあ、グループ展の場合はしゃあないと思いますそれぞれがつけてくるんで違って、えー、あれでしょうけど展なんかする時のが僕はとも全部同じ額にするけどなと思ってもう白木の画でビューってもう水彩やったですね。 前もそんなここととやったことありますねあのデッサン展をやった時も全部同じ額でっつって言いましたけどね、まあ、絵を見せたいっていうことがまずメインであとはなんか妖魔和まのことを考えてもし額ぶちつけるならあんまりデコラティブなこうぐちゃぐちゃっとしたのって合いますかね白い壁に <laughs> まあでも巨匠の絵とかやってわ分かるんですけどねなんかレンブラントの額ってすっげえかっこいいなって昔思った記憶があります。すみまません雑談がひどくなってきました 今週最後なのでですね。で、こちらの作品です。めっちゃうまいじゃないですか、この人。この人、頑張りましょう。プロの目指せますよ。シンプルでいいですね。あ、あの、これでどうでしょう。農場の春ということで、送られ2回目で送られて届きましたよ。 この方、前の作品、どうなったかなちょっとちゃんと見ておけばよかったですね。すっごい色使いとかも、あのー、綺麗ですし、あのー、北海道の方ですかね。そういう感じの、ちょっと見てみます。すみません。時間がかかって、後でカットするか分かりませんが、ちょっと話をつなぎながら、えっ、ー、と、こっちのね、スマホの方でいつも見てるんでですね、えー、ちょっとすみません。だらだら伸ばしておきますが、あ、違うな。あ、ちょっと見えんな。これ、カットやな。 買っす,すみませんカットです。<laughs> でこちらの作品ですね。すみません。いいですよ。でえっともう一度切って書き込んでみたらいいんじゃないですか。 この人はもうこれ以上できんっていうぐらい書き込まれてもいいんじゃないですかいつも例えば5時間で書いてるなら15時間ぐらいかけてみてもいいんじゃないですか一回自分を振り切って自分の枠からをどっちかと,とこの人は色彩じゃなくて、えー、もう色彩色使いは綺麗なんですがどっちかとと写実的な方にいかれたらいいかなと思います。 アクセントで入れてる青い色なんていうのもすごくセンスを感じますし奥に描いてある山の雪の描き方なんていうのも非常にいいですでここから一線越えていってみてくださいでその際にもちろん透明水彩この方はもう違う画材とかも使っていったらいいんちゃうかなっていう気はするんですけどねなんかこう絵を良くするためやったらもうどんな手段でも使ってやろうぐらいの気持ちがあっていい気がするんですよ 色使ってやろうかなとかアクリルでちょっと描いてみようかなとか不透明水彩をざっと入れてみようかなとかでちょっとその自分がこれ以上できんこれ以上できんっていうあがきを画面の中で見せてほしいなとどちらかというとさらっと上手っていう感じでもここまで来たらもう徹底的にやった方がいいと思いますよまあね周りの方は「やめて仕事あれやめないで」とか言われるもう仕事やってるかやってないか知らないですけど ちょっとそのまあ、仕事されてんやったら、仕事の空いた時間にあのね。それぐらいの水でぜひ書かれてみてください。本当コメントってそれぐらいです。あの難癖を言うところがあんまないんですよ。で、これを土台としてすげーって言わすやようなやつを。そこからまた引き算を始めるとかっていう風うにされてみてはいかがでしょうか？ 4枚あるかしまった <laughs> こちらの作品です。今日ひどいな雑談。出ました、アングリーパンダ。もう、アングリーパンダさん、一度、二度休みましょうか。<laughs> これ、最高ですよ。もう、これはプリントって書いてるから、あの iPad とかなんかで、僕もちょっともう、近いうち iPad 買おうかな。これ、書けないんですよ。もう10、10年も経ったんけど、5、6年前に買ったやつなんで、買おうかな。多分、そういうので書いてはるんですかね。それやっぱ面白いですか。 ねえ前はペンキとかなんとかって書いてましたけどこれはあの多分そういうので書いていらっしゃるんでしょうねいやーいますねちょっと読みましょうか、えー、今回パソコンで挑戦してみました世界にはさまざまな種族のパンダがいますと <laughs> キャンバスにプリントしましたと北の方に住んでる乱暴のあでしょ刈り上げ番長でしょ知ってます知ってますねあの刈り上げ番長ね僕もあんなヘアスタイルしようかなここ ちょっとかカリツーブロックねまあいいです面白いですよね後ろの方にね怒ってる青いネクタイの人と左の方に赤いネクタイの人が拍手していて右の方に青いネクタイの人を見ているパンダもいて面白いですねこりゃんか中国という国があの90年代 あれ後半ぐらいかなにちょっとこう現代美術が日本に案外紹介された時期があったんですよで名前が出てこないですね中国の本当に全部笑顔でわーっと天安門事件を書いた作品とかねちょろちょろっと出,出た時あって今ああいうのってい,いるとは思うんですけどねなんかこうそういう情勢的な現代を表してるという作品っていうのは実はちょろちょろあったりしますよ 名前がししまったと忘れましたと <laughs> それねあの面白いですよ。全部が笑顔でとかプールでちょこんと真っ裸で泳いでるとかですねなんかこうそういう,こう民主化的な流れのありながらのなんかっていう感じですね、はい、これ大丈夫かなこういうのってあの引っかからないですかね政治的なことってあんま言わん方がいいかもしれないですねなんかそういうのって実はあるんですよ。でこういういのを例えば 美術とは言わないかもしれませんよね。だから「芸能すべ」と書いて芸術なのかもしれませんくくりとしてはでそういうのはそれですごく僕は面白いしあー北の種族の方に手を出したかっていう感じでね <laughs> それはそれで面白いですよね僕よく芸術とか授業の時に美術とか芸術というものが社会からなくなってしまったらどういうイメージをしますかって学生に問うことあるんですよ。 そうすると若い子たちっていうのは「へ」って感じで聞くんですけどもあの例えばこういうスマホとかもあのジョブズがねあのニューヨーク近代美術館とかに実際に結構行って美術を学んでとか例えば今前澤さんとかね ZOZO タウンの前澤さんとかもすごい美術が好きやったりするんで新しいこうクリエイティブなものを生み出す時に案外芸術とかって例えばミニマルアートっていうのがあるんですけどね。 ああいうのどどどどん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 何もかもかぎ落としていく今ミニマリストっているでしょなんかもう何も私はもう洋服は何枚しか着ませんとかね何種類しかとかでそのミニマルアートの考え方で、えー、ジョブズは作っていったんですよ。で簡単に言ってしまうと例えば CD とかいるとか カメラっているとかっていう考え方から一つで全てできやんかっていうことがもう現美術から来てる考え方なんですよこれって。っていうのは有名な話ですよね。だからその美しい ものだけではなくて、こういうふうに社会を風刺するということ、かわいらしい、本当はみんなが上の動物にいてかわいいパンダって言ってるのが怒ってるということにこう揶揄していくというこうこの方はすごくこう芸を芸術を知っていらっしゃる方やなっていうふうに思います。はい、あのど,どこ直せとかないです。も <laughs> う面白いです。もっと顔同じでもおもろいかもしれないですね。逆に。要は。 気持ち悪いじゃないですかあのマスゲームとかみんなカーンってしてくっててあの気持ち悪さを僕こう絵に表すかなちょっと表情があるのがもったいない気がするってかもっと絶妙なラインで同じ笑顔の気持ち悪さみたいなのに統一してあげたらもっと面白いんちゃうかなっていう気がしました逆にこうプリントでこう書けるんやったらもうほんとマスゲームぜひ書いてくださいあのー 北の国でオリンピックが開かれたらみたいな <laughs> すみません次いきますやばい一人で楽しんでんなこちらですね模写。ドガの模写を油でもでこの方あの福岡の方もうすごく上手でいいですよでドガがこの絵が好きでもうとにかく自分で飾りたいという動機で描いたとえ原画はパステルなんですけどね描いてみて線形色を一発で決めるドガの天才性に驚愕しましたと えー、油絵は混色も訂正もしやすいけどおパステで描いたすごすぎるという具合ですとまあ、願わくば先生には模写から何を学び取るべきかもうここじ全部上に書いてあるじゃないですか <laughs> 今言ったことですよ一発で決める凄さとかでどこに線を引いてるどこに色を置いてる 描くとときにに意識したらいいこも、まあ、まさにそれですよどういう筆致で描いているのか絵の具の厚みはどうなのかそれをどういうふうに形にそぐわしているのかっていうことを意識していくということですよ。反対にやってはいけないことってで模写を打っちゃいけないとか <laughs> でしょうか <laughs> すみません。だからこれはそれでいいと思いますもう自己解釈できていることがもうその通りだと思います。 でそれを転売したりとか複製にして、えー、そーっと打ったりとかしてはいけないということでなんかあるんですよね僕もそれちょっとよく知らないんですけどなんかあるんですよね決まりがね、えー、非常にいい作品ですよあのー、もうもう出来上がってますもんねだもうドガの場合は特に構図の良さその大胆さとかねこれだけ地面下の方を大きく開けていることによって なんかこうそこ,にそこの余白に何かを感じさせる部分がありますもんねでこういうのはやっぱりかか、ねまあ、そういうところとかを学んでいって自分の作品に考えてみられたらそういう余白の美みたいなのがないんじゃないですかこの方知ってますけども。 そういうこうものを次の作品にうまく生かし込んでいくということができればあ模写をする意義というのが出てくるんじゃないでしょうかはい次いきますあと2枚ですこちらの方すいません今日めっちゃ雑談なんかあの面白いのもあるんですね YS のドアのがめっちゃかっこよかったのでこの方はねもうすぐこうロンドンは4ヶ月のロックダウンを家から出かけるのも難儀でしたが私の YouTube のおかげで引きこもりも退屈せずいろいろ学べて楽しかったですだそうですありがとうございましたラジオのように聞いていただいてありがとうございましたでねほんといつもおっさん同じ前回と同じおっさん おっさんを背景をつけたということです、ね、いいですすねねいいこのおっさんはいつも一緒におられるんですかね非常にあのいいですよあの後ろの背景もあのこの方も本当にまあ本当時間見つけて絵を描いてほしいなと思いますよあのこのおっさんめちゃくちゃモデルにいいですよねおっさんに会いたい <laughs> いや、描きたい。このおっさん僕が描きたいなってずーっと思ってしま,います。このおっさんいいですね。おいくつくらいなんですかね？僕とそんな変わらんかな？もうちょっと上かな。まああのー。 本当画像送ってきていい写真やったらぜひ使わせてください YouTube で書,書きたいと思います <laughs> すみません私なら合格っていうのでお見せしたいぐらいの感じですねあのいい作品ですよ後ろの本当にこういうこうあの扉の,あのドアのこのアクセントも効いていますどこやろうなまあこれもねやっぱちょっと写真悪くてねちょっとボケているんでなかなかマチエルのこととかまで言えません私がこの間書いたやつなんかも参考に あ、光っちゃいますねひげねひげとか目とかかっこいいでしょぜひね参考にされてみてはいかがですかあのこれあの頑張ってまたお仕事イギリスは 日本のニュース、2021年4月11日に録画しておりますが、えー、ニュースでは46%ぐらいワクチン接種があれして、だいぶそれで収まってきたというニュースを見ております、やっぱりワクチン接種の接種率によって、日本は2021年4月11日現在、医療従事者のみで0.8%のワクチン接種で、えー、今また感染が広がろうとしているので、少し、えー、もしかして辛抱していけば、なんかちょっと収まる兆し が見えてくるかもしれませんねっていうことです素敵な絵なんでたくさん載せておきました今度またあのディティールがもう少しわかる写真を送っていただければと思います仕事頑張ってください最後いきます こちらの作品です。今日、今週はこれをちょっとお見せしたいなと思いました。でですね、この方、ちょっと文章がいろいろ書いてあったんで、うまい絵、下手な絵、油絵、日本画とかいろいろあると思います。しかし、魅力的な絵、面白い絵って、誰に向けて、なんで魅力というのかということが、住み分けを超えた見方もあると思います。また、海外から見ると、国内の住み分けもあんまり関係ないこともあるでしょう。それってどういうことかなと、最近はよく考えますと。でこの方、私と同じ時期にむさびにいたそうなんですよね。 と思って自分は母家店あ企画展やボカテン的なものの公募展にも入ったことはあります作品の転売も見かけたことだからまあまあ作家さんプロやと思いますそれで自分はプロかというとよくわからないし学士を収めたアマチュアなんだろうなと思いますプロを目指してプロに徹するのも活動の一つとして良いこととは思います、えー、作品は展示未発表ですよろしくお願いします あのー、すっごく面白いなと思いましたよあ久しぶりにええなと思って、えー、とこれ何で作ってんの陶器かな、えー、とで皆さん見てどうですか50回やってきてもうやっぱり例えばここの周りのところフォトショップかなんかで加工ってうかこうトリミングしてすっごく画像も綺麗じゃないですか。 でやっぱりプロになっていく人っていうのは自分の作品を残すためにこういうことまでちゃんとできるということでこの方は自称プロかどうか分かんないということを書いてあるんですけども私は非常にこのあの まあプロに徹するしないは僕責任取れないので自己判断でお願いしますという感じですけどもすごくこう現代文明がどん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 こう進化進歩していく過程においてえっと急速に仮定していく過程においてもっともっと逆にプリミティブな方向にえっと戻っていくような作品というのはまたそれはそれで絶対に評価されると思うしそれがいいとかあっとか。 面白いとかあかいとととかかか感動的だとかそれが例えば何の目的で描かれたかわからないような壁画とかある,あるわけじゃないですか。でもそういうのを人を見に行ってわーって思ったりするということもあるのでそれはなんか私のまあ、これは考え方なんですけども本当に美しいものだけじゃなくて例えば。 あ,のある酒蔵さんがすごく古いこう日本家屋で、えー、土壁で私の絵飾りたいけどちょっと義祖先生のはっていう感じで確かに僕もあこれは飾らん方がいいですよって僕言ったことあるんですよ。でもこの方の方ったたら飾りたくななるんんですよねなんかっていうことはもうこ絵を飾る飾らないだけじゃなくてですよなんかこうそういうことも起こってくると思いますしな,なんかこう本当に原始的なものとか にまた人間がこう振り返っていく戻っていくというようなあことってあるじゃないですか中国の平和平和よじゃなくて何んですっけそういうこうね土偶の展覧会とかあったり意外と人が退去して押し寄せたりするじゃないですか見てみたいとかですね例えば焦燥院のお玉虫寿司がどこどこだったら見に行くとか仏像の展覧会あったら行くとかだからなんかこう 最新のものとか今生きていることではなく昔に心を変えりながらものを作っていくということをされていくことがこの人の何か核になっていくような気もするし僕はこれすごくこう面白いのであのいきなり仕事辞めてお偽装に言われたからプロになるぜなんていうことは言わないでほしいんですけどもちょこちょこ丁寧に作っていきながらやっていったらいいんじゃないでしょうか。 でなんかこうもちろんこう大きい作品があってもいい本当に昔からこういう作家さんってちょっといるじゃないですかちょっと現代美術の浅井なんとかさんっていう方土その場所の土かなんか使ってやる現代美術の方いますよねすいませんうちの学生がその作家さん好きでワークショップとか一緒に行ってなんかやったりしてましたよ昔。 とか、あのー、シベリアに抑留されていた和月康夫さんなんていうのもそんな美しい絵じゃないですよねそのでちょっと土っぽい感じの。とか最近亡くなられた渡辺優さんっていうひらがなで渡辺優って、えー、作家さんがおられて僕もすごい好きで、えー、昔の安井賞を取られてる方で。 でその方というのはもう一切グループ展には出さないって個展だけでやるっていう人でもう生き方自体もまあ本人ご本人も僕お会いしたことあるんですけど「はるくほうが」ーーみたいなめちゃめちゃくっつくってっていう方でまあぜひちょっと画像を載せておいて大丈夫かなギャラリーエハラああ全然褒めてることなんで少し画像を載せておきますが渡辺優さんとか和輝康夫さんとかは山口に美術館があってじゃああれが。 ねえー、ずっとに好評で送られてきている大,大多数の絵画の美しいとされるものではないかもしれないけど僕はそういうのもすごく好きですし評価しますし面白いと思いますしこの作品に関しては非常に面白いと思うのでいくつか,なんか見てみたいなという気がいたします。ということで回答になったでしょうか。誰にに向けて、まあ、本当にそういういことが サイトになったかどうかわかりませんが、えー、記念すべき第50回最後の作品がちょっと面白かったので、えー、紹介したかったですそれではまたチャンネル登録よろしくね SNS もやっているよ